はい、皆さんこんにちは、村長です。先日出しました自動作曲そしてアレンジの Windows アプリのファーストソングエディターという動画がですね、おかげさまでたった1日で800人ぐらいの人に注目していただきまして、とってもご機嫌になっている村長です。今日もこのファーストソングエディターというのを少しお話ししたいと思いますが、前回は概要的なお話でしたけれども、今日は本当に一からですね、簡単にできるのかという、この今指を置いておりますように、実際にですねメロディーを打つところから少し見ていただきたいと思っております。村長ミュージックスタジオ、今テンポは120にしまして、2小節のところにですねカーソルを置きまして、これから演奏します。オートクォンタイズというのもかけていまして、そしてこれを8分の1ぐらいにしてですねやってみたいと思います。ずれたところはまた後で直したいと思います。はい、このように今適当なアドリブで打ってみました。ちょっと聞いてみておかしいところがあれば直してみたいと思います。はい、ここオートでやりましたけれども、ちょっと突っ込みましたね。はい、8分にしたのでですね、ちょっと突っ込んだりしてるところがありますね。ちょっと待ってください。これで全て選択してもう一回クォンタイズ、はい、これの方がいいですね。ちょっとコード感がおかしいですので、はい、こんな感じですね。これをですね、あまり変な給付がつかないように、このアクションメニューのところから長さを選びまして、レガートプラスオーバーラップ修正をかけておきます。そうしましたら音符がきれいになりまして、音符がきれいになるということは、このようにですねあまり給付がないような、こういう音楽が作れるということです。このようにしまして、そしてこのファイルをですね書き出ししたいと思います。3小節目からスタートしましたけれども、ちょっと前に詰めておきますね。これを右クリックしまして、選択をエクスポートというのにしますと書き出しができます。ここでの注意点は、スタジオ1の場合はここで MIDI ファイルというのを選択することです。そしてここでテストと押しておきます。003とつけておきます。カメラが邪魔になったりしますので一応切っておきますね。このように003としまして保存をします。そして前回もご紹介しましたように、このファーストソングエディター、これに読み込みます。この時は新規を選択しまして、一旦クリアにしておくと良いでしょう。そうしましてテンポはまあ自動で読み込みますので、
ここ読み込みじゃなくてね、外部印刷というのを押しまして、インポートを選びますと、テストで 0.3mm、これを選択できます。そしてこれを開きます。はい、MIDI のデータにボリュームというデータがなかったので、最大にしましたよという意味です。そしてチャンネルは、今は一つのトラックしか出していませんので、チャンネルは1のままでいいと思います。読み込みをします。はい、そうしましたら、僕が今弾いたものがこのように出てきました。そうしまして、ここでですね、もちろんコードもついています。まあ、コードが若干おかしいと思うようなものがありましたら、修正というのもできます。例えば、ここなんかでもですね、こうやってですね、コードを変えていくこともできるわけですね。例えばこれ Dm に変えてもいいですし、まあこれ一回コンピューターが提案してくれたままにしておきましょう。これでですね、今ポップス海外のソフトロックというのを選んで、そして再生をしてみます。このようにアレンジも加えてくれたわけです。今日は前回の話とは少し違うのはですね、この右側に ACS、 これ有料で3850円でベクターから買えるんですけれども、まあ、これもちろん同じ方が作られています。音楽研究所さんの作品なんですけれども、これを購入してアクティベートをすると、皆さんがもしこのファーストソングエディターを使用版で使われている方はですね、ここにフリーというのが表示されるようになっています。これがこのソフトを買ってアクティベーションをすると、そのフリーという言葉がなくなりまして、ここのすべてのバリエーションを選ぶことができます。例えばプログレというのを選んでみましょう。そうすると、はい、こうしまして、どん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 こう変えていけるわけですね。この中にはですね、ACS を購入しますと、民族楽器という中にですね、とっても面白いのがあるんですよ。こういう盆踊りというのもできましてですね、これをしまして再生をしますと、はい、こんなこととか、もっとこうヒーリング音楽みたいなんでですね、今オルゴールになっていますが、これを朝の音楽なんかにやってみましょう。なかなか雰囲気のあるいい音楽ですね。こうしまして、できましたものは、これをもうほぼ完成品と思える初心者の方から、上級者の方はもう少し物足りないな、これでは最終作品にはと思われる方は、 DAW で編集をすればいいわけです。その時は外部を押しまして、エクスポート、これをしましてですね、今デスクトップにテストで03のモーニングミュージックというふうになっていますので、これをそのまま保存します。名前はもちろん自由に付け替えて結構です。こうしましたら、スタジオ1の方、いわゆる DAW に戻りまして、ファイルから開くということで、今のファイルを開きたいと思います。デスクトップの中に保存しましたので、これですね、テストの003というやつですね。これを開きますと、ジェネラルMIDIのサウンドを読み込みますかということで、内蔵音源を割り当ててくれますので、はいにします。
DAW によってはここの仕様はいろいろですけれども、ほぼ同じようなことができると思います。読み込みましたそのファイル、それができない方はですね、もちろんこれ1から入れていくことになるわけですけれども、例えばこのチャンネル10というのにはドラムが割り当たっているはずですので、ソロにしてちょっと聞いてみましょう。はい、ドラムというよりパーカッションが割り当たってるって感じですね。16チャンネルはこのソフトの都合上ですね、これがメロディーに相当すると思います。今テンポが70になってます。もちろん朝の音楽ですので静かな感じになってるわけです。そして音色もこのようにフルートみたいな音色になってくれています。これでまずこのまま聞いてみましょう。はい、ちょっとやかましめの音楽がありますのでミキシングもしてみましょう。このような形で編集ができますので、例えばもっとこれにドラムを追加したいというような方はドラムを追加していただく、もしくはまた違うようなですねアレンジを追加していってくれたらいいわけですけど、初心者の方にとっては私がいろいろ考えて考えて1ヶ月ぐらいかかった音楽より上手くなってるやんと、そういうふうに思われる方もおられます。これがなんとなんとなんと無料で使えるわけです。ぜひとも使わない手はありません。そして今日はですね、これ第2回目、前回の動画も大ヒットで感謝ですけれども、今回はこの ACS というのを使えばバリエーションが増えるという話とですね、そして今後ですね、この ACS というソフト自身も少しご案内をしたいんですが、今日はちょっと触りの部分だけをやりたいと思います。この ACS というソフトは、ちょっとこれどけておきますね。このように設定でですね、自分が好きなこのホルダーを作っておきますと、一旦これ消しておきますね。ここでボタンを押すために作曲をやってくれます。その時に勝手にやるというのではなくって、このように選んでですね、例えば今ハワイアンとレゲエというふうにオレンジになっているところが選択されているわけですけれども、これで OK をしまして作曲というこの真ん中の再生ボタンを押しますと、このようにですね、今ハワイアンっぽい音楽ができましたね。そしてできたらですね、もう保存とか難しいこと考えなくてもここにその音楽が入ってきてるんですね。でまた押します。はい、今度はレゲエっぽいこのノリになりましたね。そしてここでですね、このモードというのを変えると、ここからいろいろ編集もできるわけです。で、このソフト自身も使用版という形でですね、お試しができます。ですから、これも使えるんですけれども、今日はまあこの話がメインじゃないので、この話は次の機会にするとしまして、例えばジャズなんかどうだろうという方もたくさんおられると思うんですけれども、ここでスタイルを選びまして、ここはちょっと外しておきますね。そしてジャズを選びます。ここで
ラグタイムとハーモニカのブルースと、そしてそうですねピアノトリオ、まあこういうふうに選んでおくと、この3つを鑑みたそういう音楽ができるようになるわけです。 OK をします。そうしまして再生をただ押すわけです。はい、今はどちらかというとピアノトリオ的なやつをやってくれたわけですね。でまた押します。いいですね、雰囲気がいいです。今はハーモニカブルースでした。で次いきます。はい、今もブルースピアノトリオだったんですが、先ほどとはもう全く違いますよね。これは基本的には同じものはほとんど出ないということになっています。はい、もうさっきとはメロディーが変わりましたね。また押します。どうでしょう、テストで使用もできますしですね、そして3850円だけでですね、これが無限大になるんですね。左のこのホルダーを見てください。押すたんびに全部出来上がっていますので、再生するだけでミディを聞くこともできますね。ミディを演奏できるようなプレイヤーですね。例えばクイックタイムプレイヤー、クイックタイムプレイヤーの方が使うミディがいいのかですね、なんか音がいいように聞こえましたね。例えばこれも聞いてみましょう。このようにできますし、もちろんこれは DAW に読み込むことができて、そして編集ができるということです。次回以降はこの ACS についてももう少し深掘りをしていきたいと思いますが、こんな素晴らしいソフトをあまり皆さんが知らなかったというか、多分 YouTube にもほとんど情報はありません。まあ1に載ってたり、いくつかなんかこれを使った作品ですね。これを使った作品というのは自分が作ったということでですね、著作権というのは自分にあるということですので、これを利用して曲作りに活用できるということになっています。今日はとっても便利な音楽制作の助っ人をですね、皆さんにご紹介しました。村長スタジオでした。